こんにちは。バキュー大学英語学科3年の高橋鈴鹿です。本日は就活予備校2限目ということで、小樹くんさんにお越しいただいたので、自己分析について学んでいこうと思います。まずはじめに皆さん自己紹介お願いします。金振り方申します。宮下ゆかと申します。コスト申します。金子さん、今どんな感じですか、就活は。私はインターンとか説明会に参加したりですね、専攻を2社ほど受けているんですけれども、今の悩みとしては自己分析のところで軸とかが定まってないっていうところにすごく今不安を感じている点です。自分のことなんて分かってるじゃんみたいな感じで、ずっとやらないまま来て、今ちょっとツケが回ってきてるって感じで、自己分析進んでないと専攻のどういうところでミスしちゃいますか。面接の際に何を面接官に伝えたいのかが明確にならなかったりですとか、自分の持ってるアピールしたいところがよく分からず、そのまま落ちてしまう形になってしまう。自分はアピールできる。そうです、確かにね。なんで自己分析をやらなきゃいけないのか、自己分析の目的について教えていただきたいです。就活においてなんか大事なのって働く目的を整理することなのかなっていうふうに思っていて、なんかもちろんこう就活で通るっていうこと、内定をもらうっていうところもすごく大事なのかなっていうふうに思うんですけど、働いた後自分がこうどんな状態になってたりとか、どんなふうに働いたいかっていうところのこうミスマッチを防ぐためにも自己分析をしていくっていうことがすごく大事なのかなっていうふうには思います。自己分析をちゃんとしないで自分に合わない会社に入ったらどんな怖いことがですかね。まずモチベーションが上がらない。仕事に対してのモチベーションが上がらない。仕事に対してのモチベーションが上がらないと、結局自分がその仕事に対して勉強しようとか、どうやって工夫をしようということを考えなくなってくるので、結局仕事の成果につながらなくなって、で仕事の成果につながらないと結局また上の方から指摘があったりとか、仕事がうまくいかなくなるっていう、なんか負のスパイラルがずっと続きます。自分のやりたいことだったり、自分特性の見つけ方っていうのを教えていただきたいです。それこそこう働く目的みたいなところなのかなって思ってて、それをなんかこう 5W1H で整理していくっていうのが結構大事って、私たちの枠とかでも言ったりするんですけど、自分がやってる仕事内容が大事なのか、ワットで次が面になるんですけど、勤務時間とか休日とか、いつ働きたいのか、例えばシフト制はマジでやとか、次がフー、どんな人と働くのか、こういう仲間と働きたいとか、次がホワイで会社のビジョン、なんでその仕事をするのかとか、なんでその会社があるのかっていうところが、まあ、会社のビジョンだったりとか、まあ、ミッションとかで分かるところかなっていうふうに思うんだけど、次がウェアで勤務地、東京で働きたいとか地方で働きたいとかで、最後がハウはそれこそ福利厚生だったり年収だったりとか、まあ、働き方時短ができるとかみたいなところが、まあ、5W1H で優先順位付けしていこうねみたいなところを、まあ、整理ポイントとしてはあるかなと思っていて、でそれって多分人によって全然違う、何を大事にしたいか。で私は一社目決めた時、とにかく福利厚生年収休日っていうところでしか見てなかったし、はい、誰もが知ってる大企業に行きたいっていう軸でしかなかった私は一社目。そこを経験した先にもっとやりがいが欲しいなとか、もっとこうやって働きたいなが出てきたかなと思ってるから、今自分が何を大事にしたいのかっていうところは整理していくことはもちろん大事だけど、それにいいも悪いもないかなとは思う。そっからさらに進むとしたら、でも結局どっちが大事なのか分かんねえよってなるじゃないですか。だから今までの経験を深掘っていった方がいいのかなってとは思っていて、自分が一番良かった時っていつなんだろうみたいな、これまでの特に夢中になってたとか頑張ったとか、すごく自分らしく入れた時ってきっと人生の中でみんな持っていると思っていて、その時って何を大事にしてたのかとか、何がその時良かったのかっていうのを考えていった時に、 MVP とか優勝したみたいな、みんなからすごいねって言われる経験がめっちゃ大事だったっていうより、とにかくやりたいことに仲間と一緒に向かっていくってことが好きだったんだなって気づいたら、もしかしたら自分ってこっちを大事に決めていった方がいいのかもなって思うかもしれないし、やっぱ過去振り返っても学年で一番モテるとかみんなからすごいねって称賛されるとか、そういう瞬間が一番良かったわって思えるんだったら、そっちを大事に決めていってもいいんじゃないかなって思ったりもするし、自分の中で夢中になっ
ってた時とか、うん、自分の中に大事なものみたいなものってどうやって深掘りしていけばいいのか教えていただきたいです。自分のポジティブだった経験みたいなのを深掘りしていくといいかなっていうふうに思っていて、ホワットとホワイの2つに分けられるかなと思っています。ホワットの方は何を頑張ったのかなとか、どんな風に行動したのかなっていうところで、なんかそこを深掘りしていくと自分の持ち味っていうのが見えてくるなと思っていて、チャレンジ精神があるとか、なんか持続力があるとか、なんか柔軟性があるとか、なんかそういう持ち味、強みみたいなところが見えてくるのかなっていうのと、ホワイの方はなんで行動できたのかなっていうところで、チームのために頑張りたかったとか、なんか自分の成績がこう目に見えて上がっていくのが嬉しかったとか、なんかそういうところのモチベーションになる源泉って何なのかなっていうのがこう深掘りできてくると、自分はこういうことで頑張れる、でその理由はこういう理由があるから、モチベーションがあるからっていうところにつながってくるのかなって思います。なんかありますか、自分が一番モチベ高く頑張れたなと喜びを感じたなっていう出来事って。私はアルバイトカフェでやっておりまして、やっぱりそこでお客様に対してこう自分が考えてなんかアクションして、お客様が笑顔になってくださったことっていうのがすごく喜びだったりやりがいを感じたりします。一番そのカフェの経験で注力したことって何なのかっていう、やったことから深掘っていくのも大事かなって思ってて、そしたら意外とお客さんが喜ぶためにオペレーションを回すことをめっちゃ頑張ってたかもしれないし、カスタマイズするってことを頑張ってたかもしれないし、お客さんに合わせてお客さんが言ってこないことに気づくように頑張ってたことなのかもしれないし、でもお客さんに接客するって言っても多分いろんな観点があると思っていて、特に自分が工夫したこととか頑張ったことって何だったんだろうを考えてから深掘っていくと、もう少しクリアになるかもしれない。自分の強みとかの見つけ方ってまだちょっと難しいなっていうのが思うんですけど、どういう風に見つければいいですかね。なんかいろんな考え方があると思ってて、なんか何がこう正解とかはないかなって思うんですけど、で言われるようなことって意外とこう強みになることなのかな。どんな側面も多分自分だから、まあ、こうやってみんなの前で喋ってる自分も自分だし、